プレイヤーが入りますと、いよいよ春うらら106戦目のレースがスタートとなります。今ローズプレイヤー引かれた、ゲート開いてスタートした春うらら。さあ大きな拍手に包まれて好スタートを切った模様だ。3号馬のファストバウンスがまず行きました。そして武豊と春うららは中段に控えるか、武豊中段の後ろ目に控えた格好、大きな歓声。先頭は3番のファストバウンス、そして並んで2番のシルクコンバット、さらにはレディーサバンナが前を取る。第1コーナーカーブ線のアロンボを通過です。4番のグラスホッパーが中段の位置、さらに外目にシアトルスマン、あるいはローズプレイヤーといったあたり、その後ろ春うららは現在5番手から6番手、中段の後ろ目につけました武豊。春うらら内を通って現在5番手から6番手の位置取りか、その外にサパースファイターがおりました。そしてさらには9番のバンナシャネル、そして後方はウォーターシュートといった体勢で600を通過。先頭からしんがりまでは12、3馬身。春うらら、さあ押せ武豊、3コーナーで押していく、武豊押していく。現在武豊、春うららは後ろから3投目、先頭には10馬身以上の差になった。400を通過、武と春うらら、後方に置かれる。前は3番のファストバウンス、武豊今後ろから2投目になりました。春うらら、さあ頑張れ106戦。春うらら直線コースに入ってくる。先頭は3番のファストバウンス、人気馬ファストバウンスが先頭。武豊と春うららは内に入れる、内に入れる、必死に追った。武豊とだ、春うらら、武豊と春うらら、しかしまだ後方バグ。先頭は3番のファストバウンス、ファストバウンスが先頭で2馬身のリード。2番手2番のシルクボコンバットゴールイン、3着1番のカガノジョで、春うららは10着、春うららと武豊が10着。106戦目初勝利はなりません。春うららと武豊が10着。